地ですが、その入り口は現存する全国の城で唯一地下通路になっているんです。高平さんに戻ります。はい、もう右側が最後見えなくなる。前半3分、日本はコーナーキックから変化をつけてきた。遠藤が中に入れる、ヘリング、遠藤が中に入れる、ヘリング、最初ヘリングシュート日本でした。最後谷口が入っていきました。一方のクロアチアは8分、もう片方の手で何もしないとは、とても戦いを楽しんでいると思います。ああ、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 ああ